じゃあ乳首の形、これさ問題ないから、うん、あなたの乳首が例えばねどれだけでかかろうがどれだけ黒かろうがそんなの知らないんですよ。そんなのどうでもよくて誰も何も思わないし、それが嫌だって思う男はクソだと思っとけばいいんです。それはなろうと思って なったわけじゃないでしょ。でしょ、あなたの生まれてきてお父さんお母さんから生まれてきたよね、で育ったよね、お父さんとお母さんが育ててくれたよね、お父さんとお母さんの DNA にもともと組み込まれたものが大人になって発露したものだから、それいいんだよ、そのままで、そのままで十分美しいんですよ。はい、どうもコンシェルジュです。うん、いまだにマレーシアにおりましてですね、でいろんなその哲学的な話とかまあしてるわけですが、でその中でまたねとあるビデオを見せられたんですよ。でそのビデオって何かっていうと、なんか最近のアメリカのあの歌手の歌、これ聞いてみっつって、であの YouTube かなんかで見せられて、でこれできれば探して URL 載っけときたいけど、説明文のところに載っけとくから暇があったら見てね、載っかってなかったらごめん、多分忘れてる。でそのすごく素敵な歌手で、まあ、あのいい歌だなと思ったし、でもその内容としては、あなたはあなたのままでいいんだよっていう歌なのね。うん、別にその綺麗になりたい、女の子向けの、どっちかっていうと女の子向けの歌で、みんな綺麗になりたい、美しくなりたいと思ってるけど、あなたはそのままナチュラルで美しいから、だから無理に美しくなろうとか素敵になろうとかそういうことは考える必要ないからって、そういう歌なのね。でそれ見せられて、だからその人はね、そのここちょこっとね、あのその彼らの宗教の話が若干入ってきてたんだけど、生まれたままで神からのギフトとしてあの生まれてきてるから、だから別にあのその美しくなるために一生懸命ね、その身を削ってストレスためながら頑張る必要ないしとか、そういう話をされてさ、だからそのままのナチュラルで美しいんだから、そう思えば美しくなるためになんかその例えば整形手術したりとか、体にあの何かあのあれ入れたりとかね、あのねイスラム教の国なんだけど、イスラム教ってタトゥーダメなんですよ。要は神様からもらった体に傷つけんなっていう意識があって、タトゥーダメなのね、入れ墨ダメなんですよ。だからでもそのほら欧米的な僕らサイドは、まあ、美しくなるために普通に体にメス入れまくって改造する人たちもいるよね。それももちろん僕ダメって言ってるわけじゃないよ、程度によりだけど。そのお友達曰く、要は美しくなるためになんか包茎手術とかしたりとか、なんか鼻を高くしたりとかシリコン入れたりとか、そんなその苦しみながら女性は頑張って綺麗になろうとしなくてもいいと思うみたいな。でそれをこの歌はそういうことを歌ってるんだっていう話をしてて、でそこまでいい話じゃん。でもビデオクリップ付き PV なんだよね、うん、PV で、ビデオクリップとともに歌が流れてるわけだけど、そこに出てくるそのいろんな人たち、まあ、美しくなりたいと思って頑張ってなんか失敗しちゃった人とか、何かの人たちがいろいろ出てくるんだけど、あの例えばなんて言うんだろう、先天的に髪の毛が全然ないとか、まあ、あの例えば事故とかでさ、足がちょっとどうしても膝から先なくなっちゃってるとか、そういうその女の子とかも軽く登場してて、でそれらに対しての歌でもあるんだよね。多分どっちかっていうとそれらに対しての歌だと思うんだけど、あなたはそのままで美しいよ、例えば膝から先なくたって全然気にする必要ないし、それが今のあなたの姿なんだから、あなたはそのままでいいのと、レリーゴーなのっていう話の歌だったんですよ、簡単に言うとね。でそれを見てて、うん、こう思わねえかっていう話をしてくるから、うーんって思うよね。どう、コンシェルジュグループのあなただったらどう思う？うん、確かにいいんだけど、でこれね、そのお友達とも最終的には意見その通りだねってなったのね、話してて、うーんと、まあ共通の認識に至ったわけだけど、あの生まれながらにして変えられないものはいいんですよ、どうでも、うん、それ美しい、うん、でも努力によって変えられるものを変えないのはあんまり美しくないんですよね、やっぱり。
例えばだけど、僕なんかどっちかっていうとっていうか、どっちかって言わなくてもだけど、前歯とかさちょっと大きめじゃん。うん、俺これ自分でね、可愛いネズミちゃんと思ってるから。で前歯とかがさ、普通よりさちょこっと出っ歯っちゅう出っ歯でもないけど、まあ出っ歯か、うん、ネズミちゃんみたいになってるでしょこれまあ歯列矯正すりゃできるけど、これって簡単に言うと、まあ生まれながらにしてこうなる予定だったものじゃないですか。うん、別に俺なんつうの、努力でこうやってさ、何、歯の奥にペンチ入れてこうやってずっと逆側に押さえてたわけじゃないし、ね、自然にそうなったものなんですよ。これはこれって別にここを直さないと、直さないとって、前歯がちょっと目立っちゃうから直さないと、歯茎が出ちゃうから直さないとっていう女の子もたくさんいるよね、僕と一緒の女の子。これいらないんですよ。僕今はもうそれないですね。それは努力によってどうにもできないものでしょう。まあ歯列矯正すりゃできるんだけど、わざわざそこまでする必要ないものっていうか、体になんかその体をいじくる必要ないことなじゃないですか。だからそのままで美しいんです、それはいいんです。うん、あなたがもしかしたら女の子なのに髪の毛がちょこっと薄いね、薄い子もいるよね、いいんですよ。あなたがブチブチ抜いてるんじゃなければいいんですよ。それはそれで美しいんですよね。そのままでいいんです、そのままで可愛いんですよ。うん、ただもしあなたの体重が身長150センチで体重が80キロだとする、これは美しくないの。そのままじゃダメなんです。そのままで美しいんだよっていう歌ではあったんだけど、そのままで美しくないんです。それはそれは努力によっていかようにでもなるものだからです。努力しなければもっと太るし、努力すればそれは減らせる。うん、で減らして皮余ってごらん。あのすごくさ、お腹が出た状態から皮、あの体重減らすと皮余るよね。その余り皮は美しいと思う、僕は。うん、でも女の子恥ずかしいと思うけど、僕は例えばその80キロ90キロある女の子が60キロ台まで落としてお腹ブヨブヨになっちゃってね、あの皮がダラーンって、軽くダラーンってなっちゃってるまだ子供を産んだわけでもないのに、シワシワってなっちゃってるとか、うん、それは努力の結果の努力の勲章なので、僕は本当に本当に素敵なことだと思いますね。うん、それはいいんですよ。努力した結果、どうしても必然的になくならないものだから、その余った皮っていうのは。これ別にわざわざメスでね、あの切除の手術してもいいよ、まあ綺麗には見えるからさ。でも僕はそこまではする必要ないと思ってる。それが素敵、それが本当に美しいと思う。うん、でもその例えばじゃあすごく太ってるんだとしたら、その状態は美しくないじゃないですかね。僕もこれ本当に自分に言い聞かせながら言ってるけどね、この僕もちょこっとお肉まだあるから、うん、ちゃんとねジムとか行ってやらないとって思うけど、例えばその歌を聞いてね、あ、このままでいいんだ、そのままの自分が素敵なんだ、わざわざそのいちいちね、あの世の中の素敵な女の子になりましょうみたいなコマーシャルとか CM とかそういう宣伝に流されて右往左往したりとか、可愛くなるためにはどうしたらいいんだろうとか、もっとその男の子からこう言い寄られるためにはどうしたらいいんだろうとか、そういうことを考えて頭がぐちゃってなる必要ないんだっていうふうに思っちゃうのは良くないじゃないですか。例えば太ってるんだったら、うん、このお腹だってありのままの私なんだわ、これはあのなんつうの、奇弁っていうのかな、嘘じゃないですか。それは解釈しすぎ、拡大解釈しすぎなんですよね。それは努力によってどうにかなるものだから努力しなさいってことなんです。うん、なのでだからそういうことを言うスピリチュアル系の恋愛とか復縁のカウンセラーさんの女の子とかがいるから俺嫌なんですよ。そっちサイドあんまり好きじゃないの。ありのままの自分でいていいのは変えられないものの場合、努力によって変えられないもの、肌の色、うん、変えられないでしょ。それはそのそういう民族のその肌の色なんだからでしょ。まあちょっとまあちょエッチでもないけどリアルな話するけど、じゃあ乳首の形、こ
さ問題ないから、うん、あなたの乳首が例えばねどれだけでかかろうがどれだけ黒かろうがそんなの知らないんですよ。そんなのどうでもよくて誰も何も思わないし、それが嫌だって思う男はクソだと思っとけばいいんです。それはなろうと思って なったわけじゃないでしょ。でしょ、あなたの生まれてきてお父さんお母さんから生まれてきたよね、で育ったよね、お父さんとお母さんが育ててくれたよね、お父さんとお母さんの DNA にもともと組み込まれたものが大人になって発露したものだから、それいいんだよ、そのままで、そのままで十分美しいんですよ。そこ考えなくていいじゃないですか、美しいから。それはレリゴーです。うん、分かりやすいでしょ、例えが。うん、でも努力によって変えられるものに関してもレリゴーしちゃう人いるよね。そういうカウンセラーさんもいるでしょ、あなたはそのままでいいのよみたいな、太ってる太ってるとかって気にしないのとかって、まあ、僕そういうカウンセラーさんと友達いないからさ分かんないんだけど、どういうこと言われるのかは。それはまやかしだぜ、本当に。それは嘘です。そこは努力によって変わるんだから変えましょう。あなたの努力不足によって増えたお肉です。あなたの努力によって減らせるんですよ。じゃあ減らしましょうっていう、ただそれだけ。でも例えばじゃあおっぱいのサイズとかね、お尻が私大きくてとか、それは変える必要ないよ。それは本当にそのままで美しいものです。うん、なので自信を持ってください。気にする必要ないです。それはあなたの、まあ僕らイスラム教じゃねえからイスラム教徒のお友達は神からのギフトだから、僕らは全てあらゆる人々はね、人類は全部神様からのギフトで、地球上の生きとし生けるもの全部ギフトだから、だからこれを神の許可なくいじくってはいけないんですよ。だからタトゥーもダメね。でも僕らそういう宗教じゃないんで、じゃあ僕らの感覚で考えるとどうかっていうと、やっぱりそのあなたの体身体的な特徴って変えられない特徴ね、それお父さんとお母さんからもらったものでしょ。あなたの大切なお父さんお母さんからのギフトなんですよ。これを尊重しようってことです。で、太ってんのはお父さんとお母さんがピュアにメイクラブしてね、で子供が生まれて幸せだね、よかったねとかって言いながら育ててきたものを、大人になったあなたがというか、まあお父さんお母さんがその太ることに関して無頓着で太っちゃったっていうケースはちょっと置いとくけど、まあそのあなたが壊したじゃないですか、お父さんとお母さんからの素敵な贈り物である自分の体を、大人になって怠けちゃって壊したのはあなたですね。でもこれはやっぱり努力によってリカバリーできるんで、リカバリーしましょう、戻しましょう。でしょ、だからお尻がでっかい、おっぱいの形が変ね、髪の毛が薄いとか、なんかその僕みたいにね、前歯がネズミみたいになってるとか、うん、これは美しいんですよ。そのままでいいから気にしなくていい、マジで。でそれに対してなんか言ってくるやつはぶっ飛ばせばいいです。ぶっ飛ばしたらその捕まっちゃうからダメだけど、うん、だからその友達とね、その歌を聴いてて今のことを言ったの、僕の歯の話をしたの、見てごらんと、これもう完全にド日本人の顔でしょって。昔のさ、男の人だったら分かるよね、勉強好きな男の人が多いと思うから、復縁したい人って大体そうなの、勉強好きなの、真面目だから、社会の教科書に出てたでしょ、日本人に対する白人から見た風刺が全員前歯出てるじゃないですか。それってでも僕ら日本人という民族の種族の特性だから、これどうしようもできないんですよ。黒人が肌黒いのと一緒、これは美しいんです、うん、気にしなくていいでしょっていう話をして、でまあバングラデシュの人なんで同じように肌黒いから、手のひら真っ白 でこっちは黒いんだよね、で顔も全部そうだけど、これはその君の肌の色は努力によって変えられるもんじゃねえだろうと、それが神からの贈り物でしょと、それは美しい、その肌の色は黒ではなくてゴールドだよってちゃんと言ったね。黒人の人たちそうやって言うよね、この色はゴールドって、まあ確かにゴールドだわ、うん、遠目から見たらゴールドに見えなくもない、うん、美しいと思いますよ、光ってるし、ね、で筋肉もあるからさ、なかなかかっちょいっちゃかっちょいんだよね。
それは素敵なものでしょ。変えられないから、努力によって生まれながらにして持ってるものだから。日本人の前歯だってそうだからっつって言ってやって、でこれは美しいもの、我々の特性、これがそのままでいいもの、変える必要ないものでしょって。でも例えば僕のちょこっと残ってる、じゃあ脂肪であったりとか、例えば女性だったら、まあメイク、メイクは別に体に手入れてるわけじゃないんで、外側に塗ってるだけでしょ。やろうと思えばできるのにメイクしないとか、うん、その辺は努力不足なだけであってレリゴーではないでしょっていう話をして、ああそうだわそうだわっていう話で解決したんですよね。だからその話を今言っとこうと思って。気をつけてくださいね、耳に優しいことは何も変わらないかもしれないよ、うん、僕の話を今聞いてあなたがもし太ってたら一瞬イラッとするかもしれない。でも療薬口に逃がしと言いますでしょ、昔から。うん、良いお薬は食べたら苦いんです、うん、耳に痛いこと言われる、そのいやムカつくなっていう、悔しいなっていう、そのアドバイスがあなたにとって必要なアドバイスなんですよ。なのでその辺よくよく意識してください。これは変えるべき点なのか、努力して、変えていくべきことなのか、変えなくてもいいなのか、いいことなのかっていうのは、外見に関して言えばそれ基準で判断すれば全部 OK です。 100% OK。 それ以外の判断基準なんて基本ない、うん、変えられないものは綺麗、自分の努力によって変えられるものを変えないのは汚い、心が汚いです、うん、自分の努力によって変えられるんだったら変えましょう。でもわざわざ整形とかそこまではするんだったら全然してもいいけど、そこまでは別に、整形しないからといって汚いっていうのは全くない。今回は以上ですね、うん、いい話をしたコンシェルジュでした。ではまた。右上の丸マークをタップするとその他の動画や情報が見れます。動画タイトル右側の下向き三角形のマークをタップすると説明文が読めます。動画を見て元気が出たらいいね、グッド評価をください。チャンネル登録すると新しい動画が更新された時にあなたにお知らせがいきますので、新しい動画の見逃しがありません。頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。